の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日は質問いただきましたのでお答えしたいと思います。以前花粉症を克服した話をされていましたが、どんな食事法をしているんですかという質問をいただきました。まず大切なのは太らないということが大切だと思います。太らない食事をするということですね。これは1日3食取るのが果たして正義なのかっていうところの話になってしまうんですね。実はやはり僕はですね、太りやすいんです、非常に。そして23歳の時に、何もしないで10キロぐらいポンで太ったんです。普通の生活をしてて、あ、これは太りやすいって気がついたんです。そこでどういう生活をしてたかっていうと、やはり1日3食規則正しく食べるっていうことですよね。で、美容師は昼間のご飯というのはなかなかこう時間がやふやですけども、まあ、3食食べてるっていうのが普通になると思うんですね。朝食べて、夜食べて、昼食べて、太る。規則正しく3食食べましょう。3食食べて太る。メタボになる。メタボ検診で引っかかる。生活習慣病検診で引っかかる。これいいですか？じゃあ例えばなんですけど、まあ極端な話で言うと、まあそれも良くないですよ、良くないんですけど、朝ギリギリまで寝てますと、でもう水だけ飲んでも出勤と、で昼間働いてます、美容師もう超忙しい、水しか飲めませんでした、何も口にしてません、終わりました、仕事帰ります、ご飯食べなきゃ、食べます、一日一食、痩せてます、太ってません、元気です、なんか悪いことあります？まあ問題もありますよ、朝ギリギリ前に寝てるって良くないと思いますけど、まずどういう食生活をしていますかっていうの、一番大切なのが太らない食事方法をするということ。それから1日3食で太らないのは多分20代真ん中ぐらいまでです。20代後半になって、真ん中過ぎて後半ぐらいになってくると3食だともう太っちゃいます。なぜ太るかというと、カロリー摂取量が多いからですね。消費してる分と摂取してる分で、摂取してる分が多いから溜まっていくわけじゃないですか。まあ、簡単ですよね。なので、摂取する分を控えるしかない。そしたら3食じゃなくて2食にすればいいし、1食にすればいいし、実際長生きしてる人で、健康な人で離職っていう人もたくさんいますし、実はその日本がこう3食を食べるのが正義みたいな、そういう教育っていうのがあんまりよろしくないんじゃないかなと思うんですよね。そしてもう一個、なるべく日本古来のものをいただくということですね。もう分かりやすく言うと、もう和食というところ、お肉よりもお魚、パンよりもご飯、お味噌汁、漬物、煮物、そういったものですね。日本人はね、やっぱりもう本当何千年もそういう食事でやってきて、高いパフォーマンスを保ってきたわけですね。ダイエットとかに関しても、その卓上で計算されたカロリー計算してカロリー摂取量を減らすということでも結果は出ると思いますけども、それは一時的なものなんですね。食事法を変える、なるべく洋のものから和の方に変える。なぜかというと、実はですね、糖質で太られている方より脂質で太られる方の方が多いんですね。特に日本人は7割ぐらいは糖質よりも脂質で太ってるって言われてるんです。
なので炭水化物を抜くと痩せるっていうのはカロリー摂取量が減るから一時的に痩せるだけで、まあ、それによって実はその食物繊維の摂取量が少なくなったりとかして結果的に腸内環境が下がったりとかして、まあ、太りやすくなる体を作り出してしまったりとかいうことにつながってくると思うんです。なので、あまりですねそのカロリー計算みたいなところでダイエットっていうのも僕はお勧めしてないんですね。僕が実際それでずっと失敗してきた方なんで、質問の答えまとめますと、私的には今、食事的には 1.5 食くらい、2食取ってないと思いますね。朝フルーツとかをちょっといただいて、紅茶、日本茶、豆乳、ヨーグルト、ヨーグルト日本のもんじゃないか、まあ、そういったものをちょっとですねいただきます。これ1食に入るっちゃ入りますけど、で昼はですね、つまむ程度ですね。今スープストッカーでママが作ってくれた野菜スープを大体持ってきてます。それとバナナ1本とかいう感じで昼は過ごします。で夜は普通に食べるんですけども、日本食をなるべくいただくと。でご飯も今は六穀米、それからぶつき米、6分か7分つきぐらいのぶつき米をいただいている感じです。なるべく食事を和のものに戻すという食事法をしています。この食事で太るとしたら、僕もたまに太ったりするんですけど、太るとしたら間食ですね。これはね、もうね、お菓子とか食べちゃうとき食べちゃうんですよね。お菓子、甘いものも好きだし、甘いものも和のものの方がいいですよね。油分が入ってないのでね、あんことかくずきりとか、まあ、そういったものの方がいいんですけど、なんかね、食べちゃったりすると太っちゃうときは大体間食で太っていることが多いです。昼間飲んでる飲み物もほとんどカロリーが入ってないものですね。お茶かお水っていう感じになってますね。参考になりましたでしょうか。一応僕はすごく太りやすいので食事は気をつけている方だと思います。ぜひ参考にされてください。質問はコメント欄か概要欄にあるメールアドレスにお願いします。いただいた質問は誠意を持ってしっかり答えさせていただきます。チャンネル登録をよろしくお願いします。それではこの辺で失礼します。さようなら。